今から岐阜に向けて出発します。今日は何を見に行くんやったっけ？ハイエースのキャンピングカーですを見に行きます。では今から出発します。おう、おう、レッツゴー。さあ今回もやってきました。岐阜に今から行きます。高速道路に乗ってどんどん進んでいきます。今日はハイエースのキャンピングカーを見に行くということで、軽キャンよりも少し大きくってどんなのかなって楽しみです。ワクワクしながら3人と1匹は岐阜に向けて進んでいきます。山の上に雪が残っていますね。養老のサービスエリアに入ってきました。今から腹ごしらえをして、それから岐阜に向けてまた出発します。ポポくんも本当にお利口さんに乗ってくれてますね。養老のサービスエリアに着きました。ここでお昼を食べて、それからまたキャンピングカーを見に出発したいと思います。ではキャンピングカーの中を見ていきましょう。とっても広いですね。台所もガスコンロと
流しがついています。広いですね。次はトイレですね。トイレがついてたら夜中外に出なくてもいいので安心ですね。テーブルがあってバンクベッドもついています。換気扇もついてますね。こちらには電子レンジ、それから物入れがこちらに2つあります。バンクベッドに登ってみます。広いですね。男の人でも十分に寝れますね。2人余裕で寝れます。縦にも寝ることができますね。とっても広いです。窓もあって明るいですね。今度は私が登っていきます。階段があってね、ちょっと高いんですけれども、とっても快適ですね。天井も高くて圧迫感はありません。いいですね。こんな感じになってます。上から見たらこんな感じですね。はい、ハイエースのキャンピングカー見てどうでしたか？広かったね。広かった。ヤスさんはどうですか？ときめきがなかったね。確かに、あーっていう、やっぱりときめきはハッピーの方があるね。ハッピーの方がやっぱりいいな。すごいわ、装備も。走りはちょっと高いわ。うん、全然でもいいよ。それを上回っていいですね。ハッピーだけど、これ参考がなかったね。温泉入ってきました。気持ちよかったです。どうでしたか？いいお湯でした。ぬるぬるでトロトロ、ぬるぬるトロトロっていうかね、ほんとトロトロのお湯で、なんかツルツルになりました。今までに入ったことないよ。うん、また来たいです。近くにこんなとこがあれば嬉しいです。夜景が綺麗です。出てたよ。